ここは東海道本線が通ります新橋駅。今日は新橋駅からお送りしたいと思います。皆さんこんにちは、カイユメトです。カイユメトが行く今日は日本の鉄道発祥の地編ということでお送りしたいと思いますので、ぜひ興味のある方は最後までお付き合いください。なんでこんな格好してるかというと、これはちょっと別の用事がありまして、それはまた別の機会でお話したいと思います。でですね、皆さん知ってるかと思いますがです、こちら新橋駅なんですけど、鉄道の歴史としては1872年の10月14日に新橋横浜間が開業したということで、明治天皇ですね、あとその時の方々がお召列車で横浜まで行って行き来したということで、開業の日となっているわけですけども、実はですね、この新橋駅、ここがですねその発祥の場所ではないということで、これからいろいろ回っていきたいと思いますので、はい、どうぞご覧ください。D51 機関車の動輪、それから鉄道消火の鉄道のように、新橋駅の前にはすぐ横にですね、ゆりかもめ、新橋駅があって、それの地図がですね、ちょっと分かりやすいので、今現在地ここなんですけども、どこ行くかというと、その原点の場所、旧新橋停車場、こちらの方に行ってみたいと思います。一つ説明するのを忘れてまして、この新橋駅って、もともとですね、ここはですね、この奥行ったら、烏森駅、口というのがあるんですけど、もともとはここは新橋駅ではなく烏森駅という名前だったそうです。新橋からですね、汐留の方に、今度歩いてるんですけども、15号線を越えてからですね、もう一気に様子が変わるんで、ちょっと見てください。このようにですね、一気に高層ビル、なんじゃこりゃみたいな感じ、このようにガラッと建物が様変わりします。見つけましたね、旧新橋停車場。こんなところにあったんだな。というわけで旧新橋停車場、すごいですね、この空間の中にこのようなものがあったんですね。でこれ2003年にですね、復元されたということで、もともとこの場所にあったという歴史も残ってるみたいです。はい、これですね、駅舎玄関行こう。でこれがですね、これが本当に一番下の部分の階段になってるみたいです。汐留のではですね、珍しく土が見れます。今度は駅の裏側に回ってきました。ここはプラットホームなんですね。でここにレールと、こちらゼロマイル標識ということですね。まさにここが新橋駅の起点、これがゼロマイルということで、当時のものを再現されているということですね。レールもまたこれ当時の初期のものを再現されているみたいですよ。なんか聞いた話によると、このレール、使い回して逆にすることができるみたいなんですけども、途中でやめたみたいですね。プラットフォームってここにもあって、こちらにね、ここからこっちに走っていったんじゃないですかね。一応ですね、入場無料で入れるみたいなんですけど、ちょっと撮影はなんかできないみたいなんで、ちょっと自分で行ってみたいと思います。また後で感想言います。
タンプをしちゃった、なかなかすごいですね。いろんな写真もあったし、あと遺跡みたいな感じで石が見えましたね。すごいちゃんともう再現されてるということがよく分かりましたね。じゃあこれからですね、汐留をですねちょっと歩きながらもう一箇所行ってみたいと思いますので、お付き合いください。先ほど、ここに新橋駅があったということはお分かりいただけたと思うんですが、じゃあなぜ今このような、高層ビル街になったかというとですね、ちょっとこちらご覧ください。こちら国土地理院の地図、航空写真ですね。今見ていただいているのは今現在のこの汐留エリア、の様子ですね。ちょうど真ん中の左上あたりに白いものが見えますが、そちら今の新橋駅になります。はい、でこれをですね、1980年代、のものに変えますので、はい、ちょっと見てみてください。はい、これです。今いる高層ビルエリア汐留、全部線路、貨物ターミナルということでね、旧国鉄の貨物ターミナルがあった場所なんです。なんですが、これが昭和の61年ですね、場所の移転ということで、全部撤去という形で取り壊しになりまして、バブル期以後、民有地ということで売却されていて、今このような形になっていったということになります。見つけましたね。銀座に残された唯一の鉄道踏切信号機、これですね。浜離宮前踏切説明って書いてますね。国鉄汐留駅と中央卸売市場の間、多分こっち行くと築地市場があった場所になるんですけども、その間を貨物連絡船が通ってた踏切ですね。で、なんか保存理由もちゃんと書いてある。この高速道路の下にはこれか、汐留川が流れ、鉄道もかかっていました。ということで、ここがやっぱり貨物ターミナルがドドーンとあって、こっちには築地市場、こちらに行く線路があったっていう証明ですね。すごい。まあ主にある建物としてはこちら電通本社、これも売却になったやつかな、汐留シティセンター、それから汐留タワー、これ資生堂が入ってますかね。その奥は日本テレビ、メディアタワー、本ラット東京、まあ大企業いろいろ入ってるんですね。このゆりかもめの汐留駅はですね、その時の貨物の線路の流れをそのまんま組んで、今は上にかかって走っている。この辺りでですね、新橋駅の方からの、線路と重なります。こちらだと今映っている東海道新幹線、東海道本線、京浜東北線、山手線、
で、今この真上にあるゆりかもめ、それから地下には都営大江戸線が通ってるということで、この3つの線路が重なる真横には今はタワーマンションも立ち並ぶという、そういったエリアです。地図でいうとだいぶ下の方に下がってきた感じですかね。こちらイタリア公園という場所になります。まあ、だいたい先ほどの旧新橋駅からここまでが、貨物ターミナルがあったという。すごい広いなと。今このようにですね、タワーマンションですとか商業ビルが建ってるエリアが全部昔は貨物の駅だったということだったというね、これはすごい勉強になりましたね。ということでですね、今日は僕がですね結構歴史も好きで、あと最近鉄道も好きなんで、まあ、このような感じですね、まあ、日本の鉄道発祥の地という題も、お題でですね動画を撮らさせていただきましたんで、皆さん、楽しんでいただければ幸いです。実際に行ってみての感想はやっぱ、まあ、すごいですね。日本の鉄道の歴史を、まあ、一つこれ知れたと思いますので、ぜひ皆さんも一度行ってみてください。意外と行ける場所だと思います。汐留、新橋。では今日はご視聴いただきありがとうございました。さよなら。風が冷たい、雪もちらつく、過ぎれば夢の思い駆け巡る、後を引きずる笑い顔、迷う心を外押してくれた人、別れる前の愛しさは別れた後もついてくる、涙涙あの頃の記憶だけが懐かしい。